利用いただきましてありがとうございます。特急南紀5号金桂行きです。この先止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次の桑座には13時22分、四日市13時36分、鈴鹿13時45分、津14時ちょうど、松坂14時15分、滝14時22分、伊勢谷14時45分、紀伊長島15時12分、大瀬15時35分、熊野市16時4分、新宮16時24分、終点紀伊勝浦16時43分到着予定です。本日列車は3両で運転をしております。自由席は一番後ろ1号車です。真ん中の2号車と先頭3号車は指定席です。化粧室及びくず物入れ各車両のデッキにございます。車内での使用ごみはデッキにございます。くず物入れをご利用ください。車内はデッキ化粧室を含めて全面禁煙です。おタバコはご利用ください。またこの列車では終点紀伊勝浦まで車内販売の影響及び自動販売機はございませんので、足からずご了承ください。車内は座席と通路との間に段差がありますので、お席を離れる際は足元にご注意ください。皆様にお願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。駅および車内での危険物の持ち込みは禁止されております。車内で不審な物や行為にお気づきの場合や、迷惑行為を受けたり見かけられた後には、車掌または駅係までお知らせください。また緊急を要する場合には、車内の SOS 表示のある非常ボタンを押して乗員までお知らせください。なお非常ボタンを押しますと列車は急停車いたしますので、ご注意ください。本日スタートいたします車部員、運転手は笠井、車掌加藤です。途中の滝までご案内をいたします。ご乗車ありがとうございます。特急南紀5号紀伊勝浦行きです。次は桑名に停まります。